カマダの YouTube チャンネル面白い。まあみんなが知れないね、サッカー界の闇というかその本音みたいなの知れるからな。なんかその面白さと自分が監督の立場だから、ああいう YouTube やる選手厄介だなっていう二つの気持ちになりますよね。うん、ただ、YouTuber の僕の立場と、ああいうところでカマダが発信してくれればくれるほど美味しいから、どんどんやってくれって思いますよね。イタリアのメディアがガチギレして、あ、カマダのあれにどの部分だろうな。 画角が遠すぎるだろうだったら、すごいいい怒り方だけど <laughs> 怒り方でもないけど。でもなんか話してる口調とか友達と一緒にこういうの始めようぜっていう感じだよね。まあ、前聞いたのはね、それこそメディアに何回も同じこと喋るのきついからみたいな感じだけどね。鎌田のパレス遺跡ね。そう、これはね、もう、もう、ほぼグラスナーの希望だと思うんですよね。フランクフルトで一緒にやってた。で、何が言って、あの、クリスタルパレス見てる人は分かると思うけど、 343523で守備するや。この523のプレスがあんまりね、連動してないのよ。人によってなの。クリスタルパレス見てると、これプレスハマってるようでハマってないなってシーンバンバンあ,あるんだけど、あるんですよ。で、ただ、ホジソンの時よりも、あの、全体の連動はまだあるし、何より4バックより5バックだから、前プレがうまく効かなくても、ちゃんとバケツでかいから大丈夫っていう5バックで。で、これをフランクフルトの時みたいに連動した守備にするには分かってるやつ取るのがでかいんですよ。 カマダが入ることによって、グラスナーがやりたいことというか、こうすればプレスはまんのにみたいなのでハマんねえみたいな現象が結構少なくなりますね。で、ボランチかシャドウかって言ったら、多分、シャドウじゃないか、そのエセとオリーセがどっちも遺跡の噂あるからそこに入るんじゃないかなって思ってますね。守備側のボランチと、ある程度自由を保障されてるボランチのこの自由側ウォートン側の選手だったら、カマダ務められると思うね。で、 人によって戦術理解度の差が大きいチームで、チーム乗ってるから、あの、アストンビラーにめっちゃ点取れてるからみんなテンション上がっていってるな、みたいな時と、うわ、もう、これボルトレーニングがしんどいから行くのやめようぜ、みたいな時がめっちゃあんのよ、パレスって。そういう感じだから、もう本当に、っていうか、パレスっぽい選手っているじゃん。あの、エゼみたいな選手。昔だったザハとか。パレスっぽい選手って、ピッチ上11人いたら8人ぐらいパレスっぽいじゃん。あ、この人パレスだな、みたいな。で、 毒とかパレスいそうでいない選手だけど、この人、パレスいたでしょうか選手権とかクイズできるぐらい、パレスってパレスっぽい選手いるじゃん。フィジカルあって、サッカーのはそんな高くないけど、ボール渡した時に時々すごいプレイするみたいなさ。で、ああいう子たち。で、ほんと、クラブ自体も、このダイヤの原石みたいな感じで、次売れたらお金になるから優勝しなくてもそういう選手抱えるのがいいっていう戦略だと思うんですよ。で、そういう時に、あの、 そういうところで監督やるって戦術徹底させるのめっちゃ大変じゃん。で、そのチームにみんな行くのをイメージして、みんながこうカマダビジョンでカマダにダイブしてみダイブして、行った時にパレスっぽい選手ばっかほぼい,いんだよ。ちゃんと戦術的な話だったりとか、その、理にかなった話できんのは、もうその、ヒューズだったりとか、アンデルセンみたいな選手とか、決まった人だけみたいな。めっちゃ馴染むのきついじゃん。だから、で、 カマダなんで来たかっていうと、グラスナーだから来てんだよ。グラスナーがカマ欲しい、カマ田いたらもっと勝てるからって来てるわけよ。またお金もね、移設金とかかからなくて安いしみたいな。ってなると、カマダはマジで頑張らなきゃいけない。普通に活躍するんじゃなくて、グラスナーが解任されたらカマダのタッチパン。るーんだから。もうグラスナーの後にまたホジソンみたいな監督来たり、カマダと合わない監督来たら、すぐ占領外よ。別にだってね、高い金で売れるわけじゃないし。 このボスをグラスナー解任させたら俺の居場所なくなるってぐらい頑張んないといけないっていう。じゃないと鎌田のところにその身体能力系のダイヤの原石使った方がいいんだから。そうだからクラブと環境に馴染めるか。そして馴染めなくても鎌田が歯食いしばれるか。全員が個人昇格狙うみたいなチームだからパレスって。そう全員が個人昇格狙う中で鎌田自身がもうグラスナーのために頑張んないと もう、自分も、グラスナーと侵入しちゃうっていう、感じで行かなきゃいけないって話だね。鎌田はね、周り舐めてるぐらいの方がいいプレイするからな。謙虚な時調子悪いと思うんだよな、鎌田が。あれ、俺一番サッカー上手くねって時の鎌田が一番いいよ。ベンチ置けないタイプの選手だと思うんだよな、鎌田って。主力で使うか放出するか。そう、サッカー簡単ね。リバプール上手くないよね、みたいな。 でねクリスタルパレスとか移籍したらそのこと言われるだろうな。鎌田にだけガンガンリバプロの選手削ってくるみたいな。ああ、その鎌田のね、話ね。あの、鎌田がクリスタルパレス移籍を読みに、プラスラッツ、ラッツを退団名言、本当は残るつもりでいたみたいな。で、このね、言ってることがちょっと食い違ってるみたいな。鎌田としては、もう一年契約望んだだけでお金とかも求めてないんですけどね、みたいな。お金十分もらってるし、何も要求してなかったんですけど、そこをうまく噛み合わずって感じでした。 すごく自分自身も良くしてくれたんでサインしてほしいっていうので、かなり何回も時間重ねて話したし、あ、これ、トゥドゥールについてね、監督について。連絡してて、自分も離れることは、ことを決めたときは連絡していた。それでも監督とは別に僕自身嫌な分かれ方してないし、お互いまたどこかでいい巡り合わせがあれば一緒にやりたいなと言っている。でローティート会長、向こうでは結構有名な人だから、みたいな。まあ、全部は言えないけどね、みたいな感じなんですよね。監督的には鎌田使いたい。鎌田も残りたいけど、契約上の問題で残れなくなっちゃった、みたいな。 で、一応、ラツオ会長が言ってたのは、まあ一応そのまま読みますけど、もともとは、1年延長で、一の契約延長で、ボーナス250万ユーロを、えー、求められていたってかまだついて言ってるんですね。ラツオ会長。で、ここで脅しが強そうと考えるものはうまくいかない。金銭目当てとすれば、その選手は全員追い出すつもりだって言ってて。ね、脅しまで言ってるんだよね。非常に強い言葉使ってて。で、ラツオ的には複数年じゃないと、移籍金で儲けらんないから、それが、まあ、 おかしいっていうか、だか鎌田側は1年しか残りたくないって、夏用にで。状況変わっちゃうのあるじゃん。それこそ、複数年にしてるから試合出れないときついとかさ。か鎌田側としてはもう1年この同じ形でっていうので言ってて、それを夏用からしたら、いや、1回1年契約したけど、こっからは複数年だろうって延長オプション使えよみたいな。あと、あれがあるらしいんだよ。なんか、イタリアの税制の問題で、今年から、 なんか、新戦力獲得する時の優遇措置みたいなのがなくなったみたいな。成長令撤廃法案。この成長令撤廃法案っていうのが、この2024年1月1日から施行される。これどういうことかっていうと、イタリアでは、えー、直近2年以上、えー、イタリア国外に移住していた優秀な人材を承知した際に所得税が優遇されると。これが、カマダを取ったときは、その、 あれが適用されてるから、鎌田にね、払うお金、所得税分が優遇されてたんだけど、これがさ、新しい延長オプションだと、今までの契約で延長するかいいんだけど、新契約の単年契約だと、この優遇措置がなくなるから、それでプラス金かかるっていう。鎌田に同じ金払ってても、その分のプラス分で拉致用は損するんだよね。で、そもそもサッカー界の考えとして、1年だと売る時に、とその、プラスの売却益出せないから、フリーで取った選手を売る時に、 10億の移籍金取れたら、それでプラスにしたいじゃん。それもなくなっちゃう。ってなると、鎌田がやろうとしてることは、鎌田からしたら40年の契約したいだけなのにっていう感じなんだけど、イタリアの考えというか、このラツオの、まあ、イタリアの考えって言っていいと思うんだけど、まあ、ラツオの会長はより一層そこにね、ビジネス的思考が強いから、っていう風になると、いや、複数年じゃねって舐めてんのかと。お前は商品なんだぞと。それが俺らを儲けさせないってどういうことだっていう。 だから傭兵はいらないっていう。だから一年、ちょ、ちょっと来て一緒に戦っていなくなるだけみたいなのはいらない,いな。で、それが、この、ただこの会長がいいって僕言いたくらいの、選手が金銭目的と判明すれば、その選手は追い出すつもりだ。いや、それはあなた方もですよねっていう。<laughs> 鎌田で複数年契約してビジネスしようとしてるラツヨガは。で、鎌田は、えー、単年じゃないとその複数年の契約のビジネスに使われるし、監督によっては自分の状況変わっちゃうから。だからどっちもね、 もうプロは当然、仕事するのはお金もらうのは普通だし、ラツヨとしても、カマダってビジネスしようとして、それができないから怒ってるだけなんですよ。で、この、ボーナス250万ユーロっていうのは、そもそも、あの、これね、カマダが契約した時、最初にラツヨと契約した時にも、カマダにいくら、代理人にいく,いくら、これちょっと細かい金ちょっと知ってる人教えて確かね、400万ユーロがカマダの年俸、300万ユーロが代理人の、 手数料みたいなのあんだよ。で、これは、移籍金がないから、鎌田の場合。20億で移籍しました、そのうちの5億もらいますみたいなのないから、鎌田フリーで契約します。じゃあ、鎌田の移籍金がない分、代理人の手数料は別で払ってね、みたいなのの,の考え方だから、これ代理に悪いって言われるんだけど、移籍金でもらえない部分を、ここのフリーの契約でもらってるだけなんだよ。で、これがもう一年延長されるから、それでもらうとう。だ代理人としては、やってる業務のお金をもらうだけなんだ,だこれ代理人悪いってされるんだけど、実際は、 まあ普通のことっていうか。だかこれの取り分が多いって判断する人は代理人悪いっていうようになるね。で、本当にこれが代理人悪いとしたら、まあ僕いつも言いますけど、雇ってんの鎌田だから。ラツヨとしてはオプション講師で複数年したかったんだけど、鎌田としては1年したい。で、オプション講師で複数年しないと儲けが出ないラツヨと、いやラツヨの儲けじゃなくて、1年間のそのプロ同士のそのピッチ上でのパフォーマンスを契約しようっていう鎌田の、まあ一応哲学のぶつかり合いだよ。で、それを鎌田側が悪いってしたいから、まあロティと会長が、まあそういう風に。 まあ、こういう解説聞かなかったら、鎌田悪いとも聞こえじゃん。代理人が悪いとか。かあいつらが金言ってきたっていうふうにしてんだけど、実際は、ラツヨも儲けたいというか、ラツヨが儲けたい。代理人はもらう分の金がある。鎌田としては、求めてくれてるところに行きたい。クリスタルパイスはがっつり、ちゃんと、もっといい条件で言ってきてるからっていう。ライオラとかも生きてる時はめちゃくちゃボロクソ言われてさ、後からすごい人だったみたいに言われてる感じと一緒で、このロベルト・スクダーって人も本当に悪い人だったら、たくさんの人がね、代理人させるなんてないだろうから。 選手の味方になって、クラブの敵になって、みたいな。で、クラブ側がメディアと繋がってたりするから悪く言われてもあるんだろうなって。ちゃんとそこはどっちに対しても半信半疑で言うのが大事ですよ。まあ、普通の手続きしようとしたけど、単年契約舐めんなっていうラツよと、いや、単年契約でお願いしますよっていう、鎌田側で折り合わず、鎌田が悪いっていうふうに情報工作をしてるっていうふうに僕は捉えてます。普通に交渉決裂。で、だから、 ほんと実力だけの評価だったら単年とか。だから、鎌田が31、二とかだったらそれの可能性あるよ。あの、複数年にするとクラブ側が損するから。でも鎌田27だから、3年契約で30で、こっから半年良くない、1年良くないで売るときに、複数年にしておくと、売ったときにさ、フリーで取った人を10億で売れるんだったらプラスになるじゃん。働かした分のことも考えたら。そのプラス分がなしっていうのがないよ。で、これだけ聞くといやっつよって思う人もいるかもしれないけど、向こうはその移籍金ビジネスが普通だから、日本がそれやらなすぎるだけだから。 ただそっから先の鎌田が金を求めて、ラツヨはそこなんか選手とのつながりでみたいにしようとしてるから、いや、おそこは許さねえぞって俺が捕まえてる感じです。いや、お前ら鎌田で儲けようとしてんだろって。お前らも金だよ。てかお前らの方が金だよなって。鎌田は一番いい環境でサッカーやりたいだけだよ。で、代理人は必要な分の、業務分の金をもらいたいだけだよ。その感じでラツヨも俺らもビジネスだからと。 僕らもフリーで撮ったけど、鎌田の分で儲けないと、サッカークラブとして成立しないからだったら、いや、みんなそれぞれの考えがあるねで僕は終わらせますけど、鎌田だけ悪いみたいなローティーとかするから、いやいや、違う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 ,違う。っていう。まあ、ちゃんとそこ言わないとね、っていう話です。 you